綾野剛いるじゃないですか。大丈夫か、大丈夫放送できるやろな。なんで挨拶来て怒られるんですかって言ったら、おお、まぐら、お前、しかるお前、礼儀正しく飲めよって言って、いやいや、あんただよって言って、60になっても、本当、いい加減にしてほしいぐらい、絶倫ですよね。至る所で、笑う小沢と怒れる人志、メリークリスマス。仲間に電話して、はい、笑える話か怒れる話かをしてもらって、ジャガーがこうやって鳴らすと面白かったら鳴らす、鳴った場合これ、これ、あ、このグッズじゃないですか。ここにはここの事情が、ほら、お疲れ。なんか慌ててる。お疲れ様です。ちょっとね、あ、お前慌て、その慌て具合、はい、ちょっと俺が心配してた通りか、はい、お前。え？心配してた通りじゃねえだろうな、お前。え？ちょっとね。寝てませんよ。うん、一人で寝てればいいんだけど。犬と寝てましたよ。犬と。お前なら出るだろうということで。はい、自己紹介からどうぞ。自己紹介ですか。うん、兄に。じゃあこれ見てる人に、これマイクで拾ってんの。うん、山口義之です、こんばんは。はい、どうも。で今日はあのね、横に俺サンタの格好してんだけど、はい、クリスマスイベントということでトナカイの格好した。サンタの格好してんですか。そう、トナカイの格好したサバと、イエーイ、はい、ツリーの被り物を被ってるカズがいるね。ジジイとババアのコスプレ大会。うるせえな、お前は。引っ込んだじゃん。引っ込んだよ、お前。誰がジジイとババアだよな。この野郎。ということで、今日なんかクリスマスイベントで、はい、なんか笑える話、イカれる話とか、なんか話してもらって、はい、はい、カン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 ってなったら、YouTube で作ったタブレットとタンブラーとブランケットどっちかをプレゼントするという、はい、さあ、じゃあやっぱどれにする。え、兄にもまつわる面白い話ですか。それでもいいと思うよ。いいと思います。いや、そんなんじゃなくてもいいんだよ、なんでもいいよ、もう。危ない、こいつも。危ないですよ、俺は。爆弾、俺は結構知ってますからね。いっぱい知ってるから。もう山投げちゃえ、投げちゃえ。クリスマスだし、クリスマスだよ。クリスマスプレゼントです。視聴者にプレゼントしてやるよ。やめろ、そのプレゼント。いや、まあもうあれっすよ、60になっても本当いい加減にしてほしいぐらい絶倫ですよね。そうだよな。至る所で立つんですよ。え、例えばどんな。タクシーの中でも立つし、で昼まで表歩けないからずっと俺の後ろで歩いてるんですよね。どういうことなんですか。でたまに当たるんですよ、俺のケツに。僕気持ち悪いからどうにかしてほしいと思うときありましたよ。あの、しかも常夏のとこで短パンって言いちゃって薄着じゃん。2つから山前に立ててんのに、山が兄当たる当たるケツにって。そんなに、そんなに密接したい。普通タクシーで立たないでしょ。そうですね。いや、それ言ったらな、お前だってジムでも立つんですよ。ベンチプレスし終わった後立つので次のルーティン行くのかなと思ったら、ずっとベンチに座って動かないから、何やってんですかって言ったら、立っちゃってんで。まあそんなぐらいにしときましょうか。まあありがとうございますということで、さあどうですか、この話。立ちっぱなしのバッドボーイの話は。あかりいただきました。ブランケット、はい、ブランケットがいいの。ブランケットで、はい、よろしくお願いします。はい、わかった。じゃあブランケットを今度届けるので、はい、じゃあ、ジジイとババアのコスプレ頑張ってください。うるせえ、バカよ、これ、お前。伏せてんだよ、こっち、熱くて。あ、切りやがった。
もうね、こいつら後輩さ、ジジイとババのコスプレ頑張ってください、無事ってやるから、ね。こいつの前で忘れてる場合があるからね。はい、もしもし。おお、覚えてたか、お前。ああ、すいません。あの、YouTube ですよね。そう、で、まず自己紹介から。はい。すいません、はじめまして、俳優やってます、吉村海斗です。はい、バチバチバチ、はい、あ、今日ね、そういう感じですか。そう、はい、クリスマススペシャルで、はい、トナカイの格好した鈴木沙和とツリーをかぶった小沢和義がいるね、はい、あ、そうなんですね。どうもはじめまして、鈴木沙和です。すいません、はじめまして、あ、吉村です、すいません。お久しぶりです、小沢和義です。あ、ご無沙汰します、すいません。で、海斗な、はい、, 笑える話、怒れる話、面白かったら鈴をカン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 って鳴らしてつまんなきゃ一個みたいな。あ、わかりました。いっぱいになったらなんか YouTube で俺のなんかグッズ作ってるのプレゼントっていう。そうなんですね。そう、そうですね、ちょっとあの謝りたい話みたいなこと。謝りたい話、今日謝りたい話。新しいの来やがったな。まあちょっと前にその小沢さんとドラマをやらせてもらって、2ヶ月ぐらい一緒にご一緒したんですけど、まあ、その現場中とかも飲み行こうとか話になったりもしたんですけど、僕もあんまり結構小沢さんと喋ると結構僕も体力持ってかれるんでちょっと控えてたんですよ。分かるわ。ですよね、ちょっと、はい、でまあちょっと避けてたんですけど、毎回ちょっと結構バックれたりしてたんですよ。いや、すいませんとか言い訳したりして、そのドラマのが終わって完成披露試写会でもあって、その僕と小沢さんと的美さんと若旦那さんと内田英二監督って4人でやった時に、その完成披露試写会が終わって、いつも僕飲みとかバックれたんですよ、撮影が終わった、クランクアップした後も。で、完成披露終わって、あーって言ってメイクルームで、あーって時に遠くから小沢さんが、おめえ今日逃がさねえぞって言われたんですよ。怖い怖い。で、あっと思って、でどうしようと思って、若旦那さんとあーって目合って、あ、帰っちゃうかって言って帰ったんですよ、また僕。すごい。で、その後日もうちょっとしてから年またいで、小沢さんに連絡した時に、飲むかってなって、ちょっと差しで恵比寿で飲み行ったんですよ、うん、で、結構3時間ぐらい喋って、娘さんも来られて、3人で喋ってたりしてて、でもやっぱりちょっとこ う, もう体力もきつくて正直で、小沢さんがトイレ行った瞬間に娘さんが、海斗くんもういいよって言って行ったんで、ダッシュで店から出ました。ダッシュで、でまたバックれてしまって。なんかな、店行って一緒に出た記憶ないもん。どうすいません。若旦那もバックルだからな、あいつな。あ、そうですね。旦那よ、あれやってる最中、カズが仲いいんだよ。あ、そうなんですね。若旦那と前仕事してて、それで俺が、お前さーって怒ると、はい、カズに LINE をしてたらしく、お兄さんになんか怒られちゃってさ。で、カズがこう言ったらいいんじゃないって言ったら、あ、そうか、頑張るよ。で、俺がなんか最高じゃんって言ったら、俺に言わないでカズに褒められちゃったよって、おかしくねえこれ。なんか、いや、気持ちわかりますけどね。だから面と向かって伸びづらいんだろうな、あいつな。多分そうだと思うんですね。いや、もう体力を奪われるんだよ。なんでだよ。体力を奪いますよね。ですよね。そんなことはないよ。わかりますよね。これはあれでしょ、それは判断は沢が、はい、申し訳なかった話です。あ、申し訳なかった話としては、じゃあどうなの。じゃあもうすごいいいですよ。ああ、はい、ありがとうございます。なんかな、カイトな、はい、なんかこの俺の YouTube でグッズ作ったな、タンブラーか、はい、ブランケット。あ、ブランケット嬉しいです。おお、前んち太もねえのか。まだ敷布団で寝てるんで。すいません。なんかこのブランケット俺の絵がいっぱい書いてあるけど、まあとりあえずじゃあブランケットを送るわ。あ、すいません、ありがとうございます。これで寝ると体力奪われる。奪われるかもしれない。確実に。大丈夫です、はい、おう、ということでまたな、近々、はい、今日はありがとうな。はい、ありがとうございます、すいません。はい、ありがとうございます。
ゃあねー。あれこいつね、じゃあねってもう切ってる。こいつはそういうやつだ。さあ、この電話シリーズも、最後でスペシャルゲスト、なんと予算もないのに YouTube で国際電話を、国際電話かこれ。電話じゃないよ。電話じゃない。マレーシアにいるガクトに来てもらいました。はい、お久しぶりです。トナカイが、うん、ガクト社長、一応見えないかもしれないけど、サンタとトナカイの鈴木さんと、ただの木の小沢和義が。どうも、初めまして。初めまして、よろしくお願いします。すいません。マレーシアは、イーベー、大好き。マレーシアですか。うん、マレーシアはもう毎日いい天気なんで、うん、ゆっくりしてます。いいなあ。あとファックなんかいろいろなんか日本統一のことをツッコミどころ満載でって宣伝してくれてありがとう。いやいやいや、もう最高ですよ。あのね、ガクトのなんか送ってくれて見たんだよ、はい、言ってることは全然間違ってねえから。出てる俺らがそう思ってんだ。いや、僕はもう大沢さんのセリフが何を言ってくれるのかをずっと楽しみに待ってますよ。まあほぼアドリブだから俺は。90%アドリブだからね。いやいや、それも分かります。分かるよな。みんながついてこないもん。最高です。いや、ありがとう。ガクト、なんかその笑える話か怒る話なんかある？まあ僕が、うん、まあちょっと切れた話っていうのがあるんですよ。うん、綾野剛いるじゃないですか。大丈夫か？大丈夫。放送できるやろうな。大丈夫か？で、綾野剛にあのガクさん一緒に飲みませんかって電話かかってきたんで。うん、で、ああ、じゃあ、どこ行けばいいって言ったら、西麻布のお店で飲みましょうって言って、西麻布の店行ったんですよね。はい、で、そこは、まあ、かなり小さなお店なんですよ。うん、で、僕な、中入ってって、夜中の1時ぐらいだったと思うんですけど、うん、そしたら、パッと見たら、入り口に近いカウンターの席に、うん、小沢さんがベロベロになってたんですよ。これいたか。小沢さん絶対覚えてないと思うんですけど、で僕ね、その時にちょ離れたとこから見てても分かるぐらいベロベロだったんですよ。やば。で2人で飲んでたんですよね、小沢さんは。うん、なんかこうベロベロなのは分かるんですけど、なんかこうしっぽり飲んでるっていう雰囲気いい感じで飲んでるように見えたんで、うん、まあまあ別に挨拶としても、まあ、いいタイミングだろうなと思って、こう、パッと行って、小沢さんに、小沢さんお久しぶりです。ガクトです。って言ったら小沢さんがパッと振り返って、なんだこれお前、ほらーとか、パッと切れたんですよ。お前、救ってるだろ。最悪。そんなのあるか。で僕が「いや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 」っつって「なんで切れるんですか？」っつったら「何しとんじゃうらお前こらお前」とかっつっていきなり「いやいやいや何しとんじゃこら」って「飲みに来てんですよ僕は」っつったら「なんでや」と「誰とじゃ」っつって「いやいや綾野剛とですよ」っつったら「なんでじゃ」何しとんじゃお前こらお前こら」とかっつって「お前何か」もう全部お前日本統一入ってるやんか、それ。で、最後に、いや、なんで挨拶来て怒られるんですかって言ったら、おー、お前、ほら、叱るお前、礼儀正しく飲めよって言って、いやいや、あんただよって思いました。いや、もう事実だったら言う通り。え、そんなことあるか、俺。全然覚えてないでしょ。覚えてない。帰る時も挨拶したんですよ。どうなってんの？礼儀正しいよ。本当あの時は、うん、まあ、僕から言わせると
ただの やからですよ本当に。いやあのそれはかなり前だよなあれな、はい、何年越しにガクトごめんな。覚えてないとは僕はあんなに後輩にやかる先輩を初めて見ましたね。記憶って恐ろしいね。記憶じゃねえだろ、酒だろ。あ、酒か。じゃあ今の話が、金がもう完全にこれです。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかね、タンブラーとブランケットっていうのがなんかね、作ったのよ。ありがとうございます。何がいる？さあ、タンブラーいただきます。タンブラー、あ、OK。 あの、黒か白か、どっちもあげてよ。あの、マレーシアで、お前中継つながってんだから2つ送れ。そうですよ、1個送るんじゃなくて、ね、どうだ、お前、この1個はごめんねっていう、何でも。え、次は来年か日本帰ってくるの？はい、来年の1月中旬から後半には多分一回帰ると思います。ガクト今度もし日本でタイミングあったらさ、はい、俺とガクトで、あの、俺なんか町中華シリーズやってて、はい、町中華食いに行こうぜ。ああ、ありがとうございます。もうなんかどうせガクトはガクトでバーンって来るやろ、町中華。その時俺派手なスーツ着てね、町中華に行くわ。ガクトさんって町中華とか召し上がるんですか？あ、大好きですよ。ガクトさんは何がお好きなんですか？その料理っていうわけじゃないんですけど、はい、あの全般的に湖南料理っていう湖南省の中華があるんですよ。はい、その湖南省の湖南料理っていうのがまあ、好きでマレーシアでよく食べに行きますね。もうどの料理にも唐辛子が入ってるんですよね。おー、美味しそう。うわ、やばい、辛い、ね、はい、もうめちゃくちゃ辛いんですよ。え、マジで？兄ちゃんがガクトさんとこ行ってその湖南料理を。そうだよ、お前ガクトが日本にいない時には会わなければ俺らが予算ないのにマレーシア行って、ガクトに案内される湖南町中華。あ、いいですね。タンブラー届けに行く。届けましょう。で、なんだか知らないけど私とカズさんもついていきます。なるほど、この番号でな。今日ありがとうな、なんか忙しいのな。まあ、あのマレーシアでゆっくり休めてリフレッシュして。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざマレーシアのね、ね、すごい。ガクトでした。はい。また。結局なんか電話してみるとなんか俺の暴露話。確かに。うん、そうでした。はい。おかしいよな。いや、楽しかった。楽しかった。楽しかった。いっぱいあるからね。あ、まあまあトナカイ語でいいよ最後。せやな。なんだよ。ということで今日もありがとうございました。文句があんだってここに来いと鳴らせ、でかい音で耳元で鳴るぞ。何言ってんだ、はい、さよなら。メリークリスマス。